トゥーパンプスさん、はい、ハニョアちゃん、のんちゃんおはから、ゆたかさんおはようございます。赤木団の代表曲桜町特急、うん、全て一度きりのストーリー、あ、これあれか、歌詞か、はい、自分で考えただ通りに生きなくちゃね、合ってるだろ、生きてきた通りに考えるんじゃなくか、うん、当たり前ですが、普通は人生は一度きり、誰のせいにしたって元には戻りません、うん、反省は必要ですが、後悔は時間の無駄です。私は時には人の意見に振り回されたこともありました。でも今は自分が一番やりたかったことをやってると自信を持って言えます。夢は口に出さないと絶対に実現しません。たとえバカにされても言い続けてきました。偉そうに語ってしまいましたが、ただのドルオタにしか見えない白髪頭の還暦ジジイなんですけどねですって。今は変態ジジイですよ。おっと、ね、水曜日は格下げしてるじゃない、はい、全く水曜日も昨日もこら怒られてますよ。でもね、みんなツーパップさんもそこの歌詞がいいんだね、うん、あの自分で、うん、あ、なんだ、考えたと、なんで自分の持ち歌知らねえんだよ歌詞忘れんなよ通りに自分で考え、うん、また新しい季節が来た、すべて一度きりのストーリー、自分で考えた通りに生きなくっちゃね、生きてきた通りに考えるんじゃなく、このここの歌詞が大好きなファンってめちゃくちゃいて、うん、刺さるんですって、うん、トゥーパンプスさんもですもんね。まあ、なんか割と深いよね、うん、自分で考えた通りに生きなくちゃね、うん、生きてきた通りに考えるんじゃ、逆じゃないってことだよね、うん、生きてきた通りに考えた結果ではなく、うん、考えた結果のその人生だよね、うん、みたいな、うまいよな、泣いちゃいそう、このメロディーにこれ、このなんか逆説的なことこう載せるんだから、すごいね、うまいよね、すごいよね、さすがね、有名アーティストに、うん、歌詞書いてるだけありますよ ね、うん、桜超特急の時期だな。そうね、桜そろそろ咲く咲くよ、もう3月の、もう来週咲くよ、満開、もう来週ぐらいには、満開は再来週、あ、再来週、でも早いのよ、いつも4月とかに満開になるけど、うん、今年は3月の30かな、とか31とか、まあ、また上の方とかは変わってきちゃうけど、この辺りはね、うん、ね、来週はもう桜が咲いて花見か、花見ですね、楽しみだね、今年も楽しみだね。大丈夫、行ったことないでしょ、花見、みんなとさ、やったことないでしょ、花見、だから花は見てるから、あ、一人で、うん、だから花は、え、そうそう、花見って花見ることでしょ、まあそうだけど、うん、いや、うんうん、いいんですよ、あ、認識の違いか、ごめんなさい、うん、なんかこっちも悲しくなってきたから、あ、なんかごめんなさい、それ以上触れないよ、なんでなんで、全然、で花見はしてるから、やだ、なになに、そうだよね、なんかそのままで大丈夫だよ、あ、本当よかった、そのまま勘違い、勘違い、何のことちょっとよくわかんないですけど、どうぞ。